踏みにじられた命。皆さんはこの漫画をご存知でしょうか。この漫画は実際の事件を事実に基づき制作されたものです。その凄惨な内容は漫画とはいえ読む人の心を打ち、なぜこのような事件が発生してしまったのか、二度と繰り返してはならないという感情で満たされます。しつけの名のもとに実行された身勝手極まる行為の数々。ひどく衰弱し寒空の下、肌着一枚とスウェット、裸足という姿で発見されたまだ幼い少女は何を思い、そしてその生涯を閉じたのでしょうか。西淀川区女児遺棄事件。2009年4月7日、大阪府大阪市に住む小学校4年生の女の子 S ちゃん当時9歳が突如として行方不明になったとして、母親と同居男性から家出人捜索願いが出されました。しかしなんと後にこの件は2人の自作自演であることが判明し、 S ちゃんの母親である松本美奈当時34歳と同居男性の小林康弘当時38歳、さらに知人男性の杉本光弘当時41歳の3人を任意で事情聴取した結果、小林が S ちゃんが家のベランダで死んだので遺体を奈良県の山中に埋めたと供述したのです。そして4月23日、警察は小林の供述通り奈良県奈良市の山中にある墓地に向かい、そこで少女の遺体を発見し、松本と小林、杉本の3人を死体遺棄の容疑で逮捕しました。その後に判明したのは、 S ちゃんは母親と小林から日常的に虐待を受けており、特に小林から S ちゃんへの虐待が凄まじいものだったということです。後の裁判にてどのような虐待が行われていたか、その詳細が語られるのですが、その内容はあまりにも強烈で、裁判の傍聴席からはひどすぎるとすすり泣きの声が聞こえてくるほどでした。一体なぜ S ちゃんは虐待を受け、命を奪われる事態にまで発展してしまったのか。それでは事件の詳細です。S ちゃんと小林が同居するようになったのは事件から約半年前にあたる2008年11月11日のことでした。 S ちゃんと母親、そして S ちゃんの妹との4人暮らし。同居を開始した当初は同じ部屋で布団を敷いて寝るなど、とても仲の良い生活を送っていました。しかし同居が始まってから約1ヶ月が経過した12月頃、小林が子供2人の勉強の面倒を見るようになってから、しつけという名の虐待が始まります。2人が勉強をきちんとやらないと激怒し、反省させる目的で夕食を抜きにしたり、寒空の下ベランダに出したり、そして時には手を挙げるようにもなりました。そんな状況が約1ヶ月続き、2009年1月、S ちゃんが通っていた小学校の担任が、S ちゃんの顔にあざがあるのを発見します。事情を尋ねると、S ちゃんと妹の2人が小林から虐待を受けていることを話しました。その報告を受けた担任は、すぐに母親に電話をしますが、松本は、顔のあざは新しいお父さんから叩かれそうになって、避けようとした時にぶつけたものです。娘たちはよく嘘をつくんですなどと言って、虐待の事実を否定しました。そしてこの頃に S ちゃんの妹は、実の父親の元に向かい生活するようになります。しかし S ちゃんは母親と一緒にいることを希望し、そのまま残ることになりました。2009年3月10日、この日 S ちゃんが漢字の勉強をしなかったことに対し、小林が激怒します。思いっきり S ちゃんの頬をつねると、またしてもあざができてしまいました。あざを見られたら虐待が疑われる、そう考えた小林は S ちゃんを体調不良として学校を休ませるよう松本に指示。そしてこれ以降、S ちゃんが亡くなるその日まで、S ちゃんが学校に行くことはありませんでした。そして、しつけという名の虐待はエスカレートしていきます。小林は S ちゃんが松本に嘘をついたとして、頭を拳で叩いたり、頬をつねるなどした上、食事も与えず、布団なしで寝かせる。ただそこに座っていたのが邪魔だという理由で、座っていた S ちゃんの足を思いっきり踏みつける。言うことを聞かないと髪の毛を引っ張るなどの暴行を加え、さらにはベランダに何時間も放置する。近所の人はこの頃からたびたびベランダに放置された S ちゃんの姿を目撃しています。さらに S ちゃんは玄関や台所に敷かれたレジャーシートの上のみでの生活を強いられるようになりました。まともな食事は与えられず、 S ちゃんの一日の食事は残り物の白米で作った塩などの味気のないおにぎり一つ、またはバナナ1本、
そんな生活が続き、Sちゃんが学校を休み始めてから約2週間が経過した3月22日、小林はSちゃんに対しこれまで以上の暴行をし、その騒ぎによりついに近隣住民が110番通報します。警官がすぐに駆けつけたのですが、それに対し松本が夫婦喧嘩です、大丈夫ですと説明し、それに理解を示した警官はすぐに帰ってしまいました。この時にはすでにまともに動くことすらできなくなったSちゃん、一日のうち半分は横になって眠っていたそうです。そして栄養が足りないためか、起きている時でも座ったままぼーっとしていることがほとんどで、立って歩くことができなくなっていました。力が入らへん、足がガクガクする、四つん這いになって部屋の中を移動し、立ち上がる時は物や壁につかまらないと立ち上がれない状態。それでもSちゃんは必死に命の炎を灯していました。それから約2週間後の4月4日、この日知人の杉本が訪れるのですが、この日の小林の暴力は特にひどいものでした。杉本はその様子を見て、さすがにひどいとSちゃんのことをかばいますが、それでも小林の行動は収まりません。首を絞めたり、ナイフを持ち出し、何度も刺すような素振りをしたりして脅します。そして日をまたいだ4月5日午前1時頃、小林は下着の上にスウェットの定規を身につけただけで、裸足の状態のSちゃんをベランダに追い出しました。部屋の中には小林、松本、杉本の3人がいましたが、誰もSちゃんを部屋に入れることはなく、そのまま午前7時を迎えます。小林がSちゃんの様子を見に行くと、Sちゃんは横たわりながらごそごそと手を動かし、ベランダの床を触りながら、ひまわりを探してると一言つぶやき、そしてさらに時間が経過し午後3時頃、再度小林がSちゃんの様子を見に行き、横たわるSちゃんに、まだここで寝るのかと声をかけます。するとSちゃんは、眠たいからここで寝る、おやすみなさいと答え、これが最後の言葉となりました。発見当時、息をしなくなったSちゃんの顔は腫れ上がり、3人は相談して遺体を埋めることを決め、4月7日午前0時頃、小林と杉本が奈良市内の墓地にSちゃんの死体を埋めました。その後はSちゃんが失踪したと見せかけるために、警察に捜索願いを提出。そして松本は報道陣に対し、Sちゃんに早く帰ってきてほしいと涙ながらに話します。しかし警察が公開捜査の必要性を告げた際に、なぜか消極的な姿勢を見せたり、夜になると小林と松本が頻繁に外出する姿が目撃され、酒を飲んで焼肉を食べるなど、行方不明の娘がいるとは思えない行動の数々を周囲の人たちは不審に感じていました。そしてついに4月23日、度重なる不審な行動や警察による事情聴取の結果、遺体を埋めたことを供述し、本件に関与した3人全員が死体遺棄の容疑で逮捕されることとなります。その後の2010年7月21日、大阪地裁で本件の判決が言い渡されました。小林被告が懲役12年、松本被告が懲役8年6ヶ月、そして S ちゃんの死亡に直接関与していなかった杉本は懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決。これらの結果を長いと取るか短いと取るかは人それぞれかと思いますが、小さな子供にとっては親こそがこの世界の全てです。S ちゃんが実の父親の元に戻っていれば、もしかしたら今でも元気に過ごしていたのかもしれません。それでも松本被告と一緒にいることを望んだのは、どんなにひどいことをされても母親のことが大好きだったからではないでしょうか。本件に関与した3人は、すでにその懲役刑を終え、我々と同じ生活圏で暮らしています。近年、児童虐待の認知件数は増加しています。これ以上大人の身勝手な都合で子供の尊い命が奪われないよう、私たちにできることは何があるでしょうか。最後になりますが、本件で被害に遭った S ちゃんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。